松室いたす昭和6年2月16日は、日本の司法官僚、政治家、教育者、検事総長、司法大臣、貴族院直選議員、数密顧問官を歴任、法政大学学長、小倉藩士、松室慎吾の長男として生まれる。司法商法学校に入学し、1884年に法律学士の学位を得る。藩士、 検事の経歴を積み1906年に、検事総長に就任。検事総長在任中には、日東義国から発覚した内外赤油義国では、東京地方裁判所検事局検事生、小林義織らの抵抗も虚しく、桂太郎総理の鶴の一声で、松室いた達検事総長、平沼喜一郎司法省刑事局長以下、本件捜査を見合わせることで終幕した。さらに、 高徳事件の捜査を指揮した。1912年に、第三次、桂内閣で、司法大臣となり、公認の検事総長となった、平沼喜一郎とともに、裁判所廃止及び名称変更に関する法律、判事及び検事の給食並み判事の転所に関する、法律を成立。229人の判事、検事を一挙に、急。 退職年443人に上る移動を発令、司法会の粛清を行った。1910年に厚生大学総理の梅が休成すると、公認人事をめぐって混乱が起こるが、1913年に押されて学長に就任。専門学校令によって設立されていた大学を、大学令に準拠した大学へ転換させることに、奔走するとと,ともに、教授陣の充実を図る。 ことに文学部、床については、野上と一郎に、経済学部については、高木智三郎に、それぞれ一任して、リベラル色の濃い特色を形作ることになった。その後寺内内閣でも司法省を務めた後、貴族院議員、数密顧問官を歴任。田中義一内閣で、治安維持法に、死刑、無期懲役が追加されようとした時には、かつての部下だった。 平沼やその系統に連なる原義道が改正推進に動く一方、数密院で強行に反対した。1931年に脳一血で死去するまで法政大学の学長を20年近く務め、松室が北軽井沢の広大な土地を大学関係者に分譲して1928年に開いた法政大学村は後に 北た軽井沢大学村となって今に受け継がれている。ありがとうございます。